中国海軍の航空母艦といえば、一番艦で練習用とみなされている遼寧が近年は日本の近海にもたびたび進出するなど、同国海軍が自国の沿海域を越えて西太平洋に勢力を拡大するための象徴的な戦力と位置づけていることが感じられるよね。遼寧は旧ソ連時代に建造中であった同国の未完成の航空母艦を、最終的に所有権を有したウクライナから中国がスクラップと名目を偽って入手し、完成させて自国の初の航空母艦として収益させたことでも有名だな。中国の軍拡の動きは侮れないよね。どんな状況になっても対応できるように、日本側も備えておく必要があるよ。さて今回は、中国が遼寧、山東に続き3隻目の福建を進水させたことと、電磁式カタパルト搭載の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国はこの遼寧を完成させた経験をもとに国産としては初建造で、海軍としては2隻目の航空母艦山東もすでに2019年末に収益させ、航空母艦戦力の拡充を図っており、こちらも海洋進出の強化を印象付けているよね。しかし遼寧山東の2隻はいずれもストーバーショートテイクオフバットアレステッドリカバリー方式での、艦載機の運用を行う航空母艦であり、艦首部にはスキージャンプと呼ばれる傾斜が付けられているんだ。これはストーバー方式が日本語では短距離離陸高速着艦と訳されることからもわかるように、艦載機ができるだけ短い距離を自走しスキージャンプ勾配を利用して離陸し、着艦はアレスティングワイヤーを使用する形式のものだな。このストーバー方式は発艦に強制的に艦載機を加速させるカタパルトを使用しないため、その開発技術やノウハウを持たない国の海軍の航空母艦でも用いられているが、その分艦載機の能力には制限が生じてしまうぜ。これはストーバー方式の場合にはどうしても艦載機が自力で加速して離陸する必要があるため、機体自体を軽くしておくことが避けられず、物理的には可能な燃料や兵装の搭載量を減らさざるを得ないことを意味しているよ。よってストーバー方式で離陸した艦載機はカタパルトを装備したカトーバー方式の場合として、一概に燃料が少ないため作戦行動半径が狭く、また兵装も少ないため、攻撃回数や攻撃能力に劣ることがマストと考えられているんだ。アメリカ海軍の主力である10隻のミニッツ級航空母艦及び、1隻のジェラルド・アール・フォード級は全てカタパルトを備えたカトーバー方式なんだけど、同方式が採用されている航空母艦はこれら以外にはフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみとなっているみたい。このシャルル・ド・ゴールが搭載しているカタパルトも、アメリカが同盟国として技術援助を行っていることで実現されているものであり、事実上これまではカタパルトの製造や運用技術はアメリカが独占していると言って良い状態だったんだ。これらのカタパルトの中でミニッツ級やシャルル・ド・ゴールが搭載している形式が蒸気式カタパルトであり、映画トップガンでアメリカ海軍の航空母艦から F-14 や FA-18 等が離陸する際に描写されたものだね。これらの映画の画面でもわかるように、蒸気式カタパルトは文字通り蒸気をその力として動作しているため、艦載機の離陸時にはかなりの量の水蒸気が飛散されることを目にしたという方も少なからずいると思うよ。アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦はこの蒸気式カタパルトを艦首に向けて2機、アングルドデッキ上に2機の合計4機を備えているけど、動力となる蒸気を通すため非常に多くの配管を艦内に張り巡らせているんだ。その蒸気用の配管の維持メンテナンスにも膨大な労力がかかるであろうことは想像に難くなく、また艦載機の離陸時の機体ごとの調節の容易さを狙って、アメリカ海軍は2017年に収益させたジェラルド・アール・フォード級からカタパルトの仕組みを変更したみたい。それが電磁式のカタパルトであり、EMALS エレクトロマグネティックエアクラフトローンチシステムと呼称される。電気を動力源として用いる形式で、アメリカ海軍とイギリス海軍とが共同開発を行ったものになるぜ。電磁式のカタパルトは蒸気式のものと比して、艦載機へ加える力をより状態に応じて細かく制御可能であり、またエネルギー効率に優れ構成部品が長寿命、蒸気を起こすボイラーやその配管が不要となることが利点とされているな。比
き換え電磁式のカタパルトの運用には膨大な電力を供給する必要があり、また現時点では蒸気式カタパルトに比して開発及び製造に要するコストが総じて高額であり、費用対効果の面ではまだ課題が多いと考えられてきたよ。しかもこの電磁式カタパルトを搭載した初の航空母艦であるジェラルド・アール・フォードは2017年に収益を果たしたものの、同システムや他の並走搬出用のエレベーターなどのトラブルが相次ぎ、戦力化にはかなりの時間を要しているみたい。まだまだクリアしないといけない課題がたくさんあるってことだね。こうしたジェラルド・アール・フォードでの失敗の教訓を活かし、以後のアメリカ海軍では艦艇への新機軸の搭載はある程度に限定しつつ進めていく方針を打ち出しており、安定した移行を図ることを優先するんだって。このようにアメリカ海軍ですらもその導入と実る運用に手を焼いた電磁式カタパルトなんだけど、中国海軍では2022年6月に進水を行った3隻目の航空母艦福建に、これまでカタパルトの運用実績すらないにもかかわらず搭載すると明言しているんだ。福建が進水を迎えた際には、搭載予定とされた電磁式カタパルトは3機と説明されていたが、いずれもその箇所には覆いがかけられており、実際に装備されるのはまだ後のことになるのだろうと伺わせたな。中国海軍の福建は基準排水量が71,875トン。満載排水量が8万トン以上、全長が315メートル以上、全幅が76メートル以上と推定されているが、無論この規模はアメリカ海軍の航空母艦を除けば世界でも最大クラスだね。福建は早ければこの2023年春前後に最初の航行テストに臨むと予想する西側の関係者もあり、さらにそこから1年半ほどの期間をかけて2024年中には実戦配備が行われる可能性も示唆されるなど、動向が注目されているよ。このスケジュールの予測が正しいと仮定した場合、福建は来年の2024年には電磁式カタパルトを含む艦載機のカトーバー方式での運用能力を獲得することが必須となるけど、個人的にはこの流れがスムーズにいくのかには疑問を禁じ得ないね。まずは当然のことながらあのアメリカ軍でさえも想定通りに稼働させることに時間を要した電磁式カタパルトそのものについてであり、いかに中国が様々な技術を模倣しコピーする国といえどそれが今から1年ほどで可能かという点だと思う。次にカトーバー方式用の艦載機の準備の件があり、これまでストーバー方式の機体しか運用してこなかった中国が、これまでも報道はされては北が戦闘機をはじめとし、早期完成機等まで網羅する形にできるのかという部分だな。そして最後には福建はこれまでの中国の航空母艦と同様に通常動力型であり、非常に大きな電力を必要とする電磁式カタパルトの運用をその仕様で実用化できるのか、という点で決してそれは容易ではないと考えるためだぜ。これらをまとめなければ電磁式カタパルトそのものの完成、搭載する各種艦載機のストーバー方式への対応、通常動力型である福建の電力供給能力という3点から、その2024年内での収益は困難なのではないかと個人的には思えるんだ。いずれにせよ中国側がまず予想されたように、この2023年の春から福建の公開テストに着手できるのか否かが鍵となると思われるが、この2023年3月の段階でも今のところそうした動きは少なくとも報じられてはいないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリス軍が誇る空母クイーンエリザベス、その誇り高い女王艦にアメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、北海で合同訓練中なんだって。空母クイーンエリザベスは F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということだね。これはイギリスだけの話ではなく、日本も護衛艦出雲でクロスデッキ訓練を行うために、改修工事に入っているな。クロスデッキというのは、空母の共同使用ということで、デッキ甲板をクロス交差させるということだな。自国の空母に離着陸させるんだから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいかないよね。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければクロスデッキ訓練はしないだろうな。そしてクロスデッキを行うということで、
同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけだぜ。うんうん。さて今回は護衛艦出雲が改修工事を急ピッチで進めていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ではクロスデッキ用の改修工事とはどんなものなのか説明すると、まず艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して作業を進めているんだ。クイーンエリザベスには F-35B 戦闘機がいっぱいに搭載されているんだけど、その光景を見ると圧倒されるよね。出雲を回収したら日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるんだろうし、その下準備というわけで山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか、2020年9月末。防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表していて、その額が史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっていたよね。特に注目されるのが、対象となる場所領域として宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということで、これは今後の防衛の方向性を示すものと言えるんじゃないかな。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がするし、敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていたけど、現実世界でもあり得ることらしいね。そうなったら、戦争というものに対して無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと不安に感じるよね。さて、前述のように新しい分野への対応もしつつも、同時に現在の事態への対応も必要で、その対応と考えられるんだけど、現有のヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀に本格的な航空母艦化工事を行うため、231億円という高額な具体的回収費用が盛り込まれたところも注目されるポイントとなったよ。航空母艦という言葉だけを見るとかなり大きいというか、重厚、深刻なものと感じられるし、戦争につきものといった考えなめないよね。その通りで、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、ややもすれば言葉だけが一人歩きしてしまう傾向を生み、その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が攻撃型兵器である航空母艦を保有しても良いのかという批判が上がっていることも事実だな。自衛隊の趣旨から攻撃的兵器保有は容認できないとする意見だが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているわけだ。当然といえば当然だね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、なんといっても血税で購入するわけだから、しっかりとした誠意ある説明は絶対必要だと思うよ。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では攻撃型潜水艦と呼ばれているから、これも問題なのかという反論が上がっていて、要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装武器によってどんな風にも運用できるんだから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったね。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲と加賀を航空母艦として改修し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようで、この F-35 ライトニング2戦闘機は、高度なステルス性能を持つ戦闘機だから、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるってわけ。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているぜ。このように、尖閣諸島方面などを目的とした海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、加賀は、中国を牽制するためには必要不可欠な戦力になると考えられているみたいだな。では、この改修工事はどんなスケジュールが予定されているのかってところだけど、
具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程は、2020年にはすでに出雲が約31億円の経費で飛行甲板周りの強化工事を行っているみたい。とはいえ、この工事完了はまだ第一段階に過ぎず、この次になる5年後の定期点検時に再度改修工事を行うことで、やっとすべての航空母艦化改修工程が終了することになり、ここでようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけだね。こういったスケジュールだから、従来は2021年に大規模定期点検に入る加賀が一度に改修工事をすべて終了し、出雲より先に航空母艦化が完了するというのが一般的解釈だったんだ。だけど、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も2度に分けて行うということが判明していて、1度目は約231億円の経費で飛行甲板を拡張する大規模な工事となるということが分かったよ。その理由だけど、現在の加賀は垂直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体で、それを短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事ってわけ。具体的な工事内容だけど、現在は監視方向に向かって緩やかに狭まっていく形状をしている艦首なんだけど、それをスクエア四角形状に直して、飛行甲板の長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに最適な形状にするという工事だね。この改修工事を加賀は1回目の改修工事で行う予定で、5年ごとに行われる2回目工事では F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための、艦内区画の変更を行う予定になっているな。2回目の改修はアメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われるぜ。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられ、出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれており、どちらにしても出雲の方が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されているってわけだ。では日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明すると、なんといっても気になるのはそのお値段だよね。果たしてどれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったんだろ？改修工事と補強を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、2020年度予算は6機購入予定で経費は793億円。実際に購入するのは2024年ということで、2021年度予算では2機購入で経費264億円。これも実際の購入は2025年という計画になっているみたい。2024年と2025年の2年で調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、どちらも1機あたり調達価格を計算すると約132億円になり、ライトニング2シリーズには、A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型で、計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると高額ということがわかるよね。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首は、アメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになるんだけど、カタパルトのない航空母艦にはよくあるスキージャンプ式発艦の採用は見送られることになったんだ。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、スキージャンプ式がないということで燃料や兵装の積載に制限が生じることになり、デメリットとなるんだけど、対潜哨戒用は言うまでもなく、航空母艦上ではヘリコプターの運用もしなくてはならないから、そう考えた場合あちら立てれば、こちら立たずではなく、両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて DSEI Japan 2023という展示会が開催されたことを、皆は知っているかな？ここでは日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示されたぜ。軍事マニアたちにとっては目の色が変わる催しだっただろうね。
さて今回はそんな DSEI ジャパン2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この DSEI ジャパンという名称の展示会は2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたんだけど、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったんだ。DSEI ジャパン2023には開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているけど、これらの企業は直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていたよ。ただし参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本がこうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えないな。そもそも DSEI ジャパンの会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に従事している人物に限定されており、うちうちの関係者しか直接見ることはできないようになっているぜ。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えないな。さてそんな今回の DSEI ジャパン2023だけど、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろうね。日本においてそれは三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールスロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らがそうした参加企業の代表格なんだ。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI ジャパン2023においてもその中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していたよ。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれているアメリカロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2を、その先の世代だと認識された機体はまだどこにもなく、その定義も曖昧だけどキャッチフレーズには使用されているみたい。さてそんな GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI ジャパン2023では川崎重工業社がかなり変わった展示を行っており、一部ではそのパネル展示が非常に大きな話題ともなったね。ここで川崎重工業社がパネル展示を行ったのは、参加の同社のグループ企業でバイクやジェットスキー等を手掛けていることで著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてなんだ。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は製品名をギガセルと称するんだけど、今回川崎重工業社は DSEI ジャパン2023においてその用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したみたい。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みだね。また距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、アメリカ海軍等の艦艇で運用されているぜ。実際にはこの2023年3月においてカタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド・アール・フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみだな。このうち最新鋭のジェラルド・アール・フォードは電磁式カタパルトを装備しているけど、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは全て蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだよ。蒸気式のカタパルトはまだアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、
これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では非常に完成度が高いことは言うまでもないんだ。しかしアメリカ海軍はこうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・アール・フォードに搭載したぜ。ただし2017年に収益を迎えたジェラルド・アール・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ初めて導入された新機軸の装備が他にも多数あったことも影響し、事実上は2022年までの5年間は実稼働状態とは言えなかったな。アメリカですらきちんと稼働させるのに時間がかかっているんだね。それほどまでに、かのアメリカ海軍ですらも実用化に時間を必要とした電磁式のカタパルトだけど、中国海軍は2022年6月に進水させた同海軍3隻目の航空母艦の復権にそれを装備すると世界に向けて喧伝しているよ。心意気は認めるけど、中国には難しい気がするよね。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも言い難いように思えるね。ちなみに中国はこうした復権のような航空母艦に限らず、今後は航空機を運用可能な強襲揚陸艦等にもカタパルトの搭載を推進していく方向だとみなされており、復権のテストはそれらにも大きく影響を及ぼすだろうな。それは今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりもはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものとなるのかもしれないぜ。さてアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によってゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしてはイーマースと呼称されているよ。この電磁式のカタパルトイーマースは、主として4つの要素を持つシステムで構成されており、それはモーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でもバッテリーにはフライホイール形式が採用されているんだ。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられているな。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは無論蓄電池に該当する製品なんだけど、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量でかつ高速の重放電に対応し、環境にも優しいとされているみたい。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池はこれに対し、大きく重く重放電時間も長いが非常に低コストだと考えられるよ。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだけど、運用上で重放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りうるのかは少し疑問にも思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の総流型潜水艦の11番艦欧流にリチウムイオン電池が搭載されたのは知っているかな？知ってるよ。でも実は、10番艦まではスターリングエンジンを搭載していたんだよね。11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたらしいな。さて今回はその経緯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スターリングエンジンも良かったんだけど、低出力がネックとなり現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更。高出力のバッテリー搭載が可能となり、リチウムイオンバッテリーの進化は今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいよね。最近はエンジンではなく蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージだけど、もはやエネルギー資源が地球からどんどんなくなっていることも関係しているのかもしれないし、巷ではサスティナブルが謳われているけど、
この影響が潜水艦にまで響いていると思うとなんだか不思議な感覚だよ。さて、海自の操縦型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては世界トップクラスの性能と言われていて、その操縦型をさらに発展させた大鯨型潜水艦の一番艦大鯨が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において無事に進水したんだ。この大鯨は操縦型より喫水線は2メートルほど深いそうで、排水量も50トン上回るとのことで、海自としては最も大きい潜水艦になるね。艦名の大鯨だけど、漢字で書くと大鯨で、当然クジラにちなんだものになっていて、実は海自の潜水艦の艦名は訓令に改称、水生動物の名、水中動物の名から付与されるというルールがあるみたい。操縦型は、縁起の良い水生動物である竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと操縦となり、この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母操縦と同じだな。ということは大鯨にもそういう歴史があるのかな？大鯨も大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前で、当時の潜水母艦というのは攻撃用というより、洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇であり、時には潜水艦隊の機関になることもあったみたい。この潜水母艦大鯨は、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていて、太平洋戦争が始まった時に航空母艦流砲に改装された大鯨だけど、1942年昭和17年6月のミッドウェー海戦で日本は主力空母4隻も失ってしまったんだ。この敗北によって、日本はソ連後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになるな。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが悲劇の南雲中将で、彼を任命したのはあの山本五十六司令官だよ。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまい、敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでもソロモン海戦などに参戦したんだけど、昭和19年敵の猛攻を受けたサイパンの司令部で自決してしまったんだ。どうしても山本五十六にスポットが当たるが、秀夫の陰にはこういった人物もいたことを忘れてはならないぜ。戦争では、このような陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうだな。そして流砲は、ミッドウェー海戦を、改めて正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しており、その後、広島の呉軍港で防空砲台として使用され、1945年昭和20年日本が敗戦した1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えているよ。現在の潜水艦大鯨は、欧油や灯油にも採用されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていて、ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているから、操縦型2艦よりさらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているんだって。操縦型2艦には、今までのスターリングエンジンは乗せておらず、最も最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったみたいで、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたみたい。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったわけで、実際10番艦までの建設費は1隻あたり517億円ほどだったんだけど、高額なリチウム蓄電池を乗せるため643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったんだ。経費は増えたけど、馬力は減ったと言われていて、なぜなら、スターリングエンジンの操縦型のスクリュー時空間力は8000だったけど、欧油や灯油は工業値が5600馬力だから、性能が低下したと感じてしまうよね。確かに瞬発的な最大スピードは落ちるが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあるぜ。エネルギーを使用せずに蓄電池で動かす。というのは効率的にも良さそうだよね。だからこそ、中速から高速での長時間潜航が可能になるし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるわけだな。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあって、
鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、充放電の繰り返し可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い。放電しても電気容量がさほど低下しない。鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがないということ。大芸は、部分単核構造になっていて葉巻型のフォルムをしているけど、船体構造にも新しい発想を取り入れていて、一例だけど、浮き火台と呼ばれる構造は外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きを持っているんだ。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって双流型よりも一層静粛性が高くなっており、大芸型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に女性用寝室、シャワー室などを整備していて、今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられているよ。直近は女性の海上自衛隊員も増えたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなったが、女性用の進出があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうだな。大芸には、この他に情報処理システム C4ISTAR が採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっていて、兵装については、親潮型や双流型と同じ、18式超魚雷とハープーン対艦ミサイルなどを発射可能な 533mm 魚雷発射艦6門を設置したんだ。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の超魚雷で、2022年2月までに海事の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷だね。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くためおとり魚雷を見破る能力を持っているだけではなく、浅い海域では、海中の音響が複雑になり魚雷センサーが狂いやすいみたいだけど、その中でも確実にターゲットを捉えてフォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているんだって。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているから、まさに世界トップクラスの魚雷と言えるんじゃないかな。ところで、潜水艦に関してお隣韓国で何やら変わった違った動きがあるみたいで、韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるらしいんだ。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができるから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電可能で飲料水として海水の淡水化なども艦内でできると言われているよ。と言っても、原潜の建造には巨額の費用がかかるし、廃線後の処理に頭を抱える国が多いことは知られている事実だな。それでも韓国は作りたいのかな。最近は韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にあるが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのかもしれないな。日本にも厳選をという意見もあるんだけど、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのかもしれないね。日本の潜水艦戦略とは近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することになるから、潜水艦が求める性能は静粛性に尽きるし。でも、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできず、機関を止めて海底にくっついていたとしても音は発生してしまうんだ。騒音を敵のソナーに探知されやすい原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に当てた方が良いのではないかと思われるよ。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっているし、だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が時間と手間も、もちろん人員も削減できそうだね。世界各国では無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどなさそう。日本も、早く世界に習って無人潜水艦の開発を進めてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。